ホーマーです。バートシンプソンです。ケイソー、自分の部屋なら何したっていいんだ。リーサ、うるさいぞ。ママのカメラ直してんだから。そのまま、そのまま。日本初公開、ザ・シンプソンズ吹き替え版レコーディング風景に潜入しました。千葉玲子です。100話目に登場するリサのライバル役アリさんの声を吹き替えています。ダメ言えない、ごめんね。ごめん、私も言えない。ノーメンバー負け、ゴキブリ言ってよ。あなんで来るのよ。やっぱりやってることがお互い個性的でチグハグ、もちろんマッチングしてる場合もあります。でもその全ての行動がやっぱりハイセンスである。そうですよね。100回200回1000回くらいまで続くといいなと思っていますけど、あなたはどうですか。